この選択をすることは正しかったのだろうか。そんなことを考えるにはあまりに短すぎた。最後の学校行事だ。無駄になんかしない。知ってる？カップル成立もこの3日間が多いんだって。やっぱ恋はせめてこそよね。学園祭の前に言っておきたいことがあって。上杉さんに認められただけで全てが報われる気がします。こんな簡単なことに気がつけたのはあなたがいたから。この6人でずっとこのままの関係でいられたらと願ってる。だが答えを出さなければいけないと思う。ほら、私たちは各々の思いを抱えたままあなたを待っています。私の気持ちはずっと変わらないから。風太郎は私にとって特別な人だから。お前の入室を許可した覚えはない。あいつが来てるぜ。こんなこと意味ないというのに。それなのに諦められない。がっかりされたくないんです。もう学園祭に来られないかもしれないから今答えを聞いちゃダメかな。あいつらは常に全力投球だった。次は俺の番だ。映画五等分の花嫁、5月20日公開。